はい、おはようございます。子どもの人権110番です。学校でのいじめや家庭での虐待などに悩む子どもたちの相談に専用電話で応じる子どもの人権相談は、今日から教科習慣として全国一斉に始まりました。新学期を迎えるこの時期は、子どもが不安や悩みを抱えやすくなるとして、子どもの人権相談は毎年この時期に行われ、相談窓口の受付時間を通常より延長して対応しています。広島法務局によりますと、今年1月からは電話相談と合わせて LINE での相談も受け付けていて、先月までの相談件数はおよそ120件、県の月の平均では20件のペースで増加傾向にあります。 LINE は匿名での相談が可能で、主に学校でのいじめ相談が中高生から寄せられているということです。自分自身でお持ちの、スマートフォンでですね、気軽に相談することが可能です。少しでも力になれればと思っておりますので、ぜひ相談を寄せいただければと思います。教科習慣は今月29日までの1週間で、相談は子どもだけでなく大人も利用できます。